浦和美園車両基地地図浦和美園車両基地は、埼玉県さいたま市緑区にある埼玉高速鉄道の車両基地である。埼玉高速鉄道線浦和美園駅の北側にある。埼玉高速鉄道線の開業に合わせて運用を開始した。当車両基地では、埼玉高速鉄道線車両の列車検査及び月検査、車輪転作、車両清掃、車両故障対応等を実施している。2001年4月からは、地下鉄南北線車両の一部の列車検査と、車輪転作、車両清掃も実施している。また、東京メトロ南北線車両及び、東急目黒線車両の留置も行っている。構内には、以下の設備を有する。車両基地の付近には、埼玉スタジアム2002があり、その近くに駅を設置する計画がある。また、線路の一部は将来、岩槻、蓮田方面へ延伸した際には、本線となる予定である。毎年11月14日の埼玉県民の日に合わせ1日だけ車両基地が一般公開されており、2000系と東京メトロ9000系のほか、東急3000系、5080系のどちらか1、編成が展示される。2004年8月、東京都交通局6300系電車の第31編成が誘導障害の試験のため東京メトロ南北線を経て当車両基地まで走行した記録があり、6300系の中では唯一埼玉県内へ入線した。ありがとうございます。